中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト。さあ今夜も始まりました、中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト。今週のパーソナリティを務めます首里高校2年フランベルチーズでギターを担当していますひろかです。よろしくお願いします。はい、今夜は2月24日土曜日ということで、もう2月も終盤に入ってきました。皆さんもいかがお過ごしでしょうかということで、今日はいつものフリートークとは違ってちょっとだけ宣伝をしたいと思います。というのも私の線ではないんですけど、今日はとあるバンドを紹介したいと思います。その名もズッチーズ。このズッチーズがですね、今沖縄タイムスのウェブコンテンツで紹介されていますということで、ズッチーズの紹介を簡単にしたいと思います。ズッチーズは西原高校出身の3人組ガールズバンドで、私ひろかの2つ上の先輩にあたります。3人それぞれ学校に通いながら、またこのラジオを提供くださっています若杉福祉会が運営している児童館でスタッフをしながら、精力的に活動しているガールズバンドです。本当に普段からとっても優しくて、一緒にこの児童館でこのスタッフボランティア活動とか通して一緒に関わってるんですけど、もうとってもいい先輩たちで、歌も上手くて、でバンドのグルーヴとかも本当にあって、いろいろ勉強になってる、本当にお世話になってる先輩バンドです。はい、ということでこの沖縄タイムスのウェブコンテンツで紹介されているっていう内容がですね、3月の21日と22日の2日間約1ヶ月後にあたりますね。東京下北沢の方で、ズッチーズが初のライブツアーを行うという内容になっています。この内容とそれにあたってズッチーズの魅力が存分に詰まったインタビュー内容が記載されていますということで、ズッチーズまだ知らないなって人は、ぜひぜひこの記事を読んでみてください。そしてこのズッチーズ2月3月に県内でたくさんライブが決まっております。詳しくはズッティーズのインスタグラム、そして X、旧ツイッターの方でですね、ぜひぜひチェックしてみてください。これから絶対に来るバンドだと思いますので、皆さんぜひお願いします。そしてこのラジオは若杉福祉会の提供でお送りしています。お届けしています。2月24日中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト。今週はですね、こんなユニークなバンドが来てくれています。皆さん自己紹介お願いします。じゃあ代表してお願いします。どうも皆さん、こんばんは、パルメザンドッグです。はい、お願いします。今日はパルメザンドッグの皆さんに来てもらってるんですけど、たくさん来てるので一人ずつ自己紹介お願いします。ボーカルの島袋真中です。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてベースやってます宮城達樹です。はい、よろしくお願いします。はい、そしてドラムやってます大島テロです。はい、よろしくお願いします。そしてギターやってます崎山壮太郎です。はい、よろしくお願いします。今日は沖縄
はい、沖縄工業です、うん、沖縄工業高等学校の、パルメザンドッグ、みんな1年生、はい、はい、1年生です、はい、1年生のみんなが来てくれました。今日は4人でっていうことなんですけど、メインで喋ってくれるのは僕とたつきが、はい、たつきくんとそうたろくんでもね、まなかちゃんとてるおくんにも喋ってもらいますので心の準備しておいてね、はい、よろしくお願いします。ということで早速内容に入っていくんですけど、沖高のみんな1年生ということで、1年生でねこの楽器するって結構珍しい、まあ、部活スポーツとかよりは珍しいことだと思うんだけど、みんなが楽器を始めたきっかけっていうのはいつですか？自分は、うん、あ、テロの3人以外は、うん、高校に入って軽音部が面白そうってことで入ってきて、うんうん、そこで楽器を始めたっていうのが初めなんですけど、うん、テロはギターを小 5? 小 6, だ小6からやっていて、おそっからずっとギターやったりドラムやったりで何でもできるみたいな感じでやってます、うんうん、はい、なるほど。あ、じゃあテルオくんはもう小学校からのベテランさん、はい、ちょっと喋っていいよ小学校から始めたきっかけっていうのはある？テルオくん、あの誰の影響でとか、なんだったの、7種類テルオが楽器始めたいやもうなんか自然ですね、はい、親がやってたとかそういうの、いやなんかもう YouTube とかでなんか好きな音楽聴いてて、うん、なんかかっこいいなって思ってから、うんうん、あ、こういうのやりたいなと思ってギターやったのが最初ですね。なるほど、はい、じゃあ音楽を聴いてそれから楽器をもう自分で始めたってこと、はい、なるほど、すごい、とってもいいです、はいはい、ということで、じゃあテロ君の以外にも聴いていこうかな。たつきくんも高校入ってからベース触ってるって感じですね、うん、はい、なんでベースなの？最初一番最初に組んだ安全危険物っていうバンドがあって、はいはいはい、そこで空いてるわけがベースしかなくて、うんうん、じゃあベースやるかって感じでベースやったんですけど、うん、最初の半年くらいずっとギター触ってて、なんかギタリストじゃなくてベーシストじゃなくてギタリストみたいな感じになってたんですけど、うんうん、このパルメザンを組んで本格的にベースやり始めたっていうのが多分初めですね、はいはいはい、なるほど。じゃあ一応今もベースもギターも弾けるよっていうことね、はい、そんな感じです。なるほど、みんな才能すごいなじゃあじゃあ総太郎くんにも聞こうかな。はい、楽器いつそしてどんなきっかけで始めましたか？僕も高校入ってからギターを始めて、うん、まあきっかけはやっぱかっこいいなって思ってギター始めました、うん、うん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 、あ、じゃあもう自分で買ってギターを買ってから始めたみたいな感じ、はい、そうです。なるほど、じゃ自分をギターを買ってみんな楽器を買うのって親にお願いしたりした？あ、でも自分は先輩がベースを売ってくれて、7万くらいのベースを1万5000くらいで売ってくれて、どっからだ、ね、そしたら3年生の先輩が売ってくれたんですけど、うんうん、そしたら2年生の先輩と一緒にじゃあベース分担して買うかってなって、うん、そこでベース多分初めて買ったのが初めですね、うん、はいはいはい、じゃあそれからベースを始めたということで、はい、なるほど。そうたろうくんもギターを自分で買ったの？僕はなんか最初はギター持ってる友達から少し借りてやってて、うん、はい、少ししてまあ、うんうん、ちょっと初心者セットみたいなのをお父さんに買ってもらってっていう感じです、うんうん、なるほど。じゃあもうみんな親にお願いして軽音したいんだっていうことで始めたっていうことね。はい、はい、じゃあまなかちゃん、はいどうしてボーカル始めましたか？ボーカル始めた、うん、なんか声かけてもらったとかありますか？あ、それですね、うん、誰から声かけてもらった？あのクラスが同じの軽音入ってた子に、うん、歌うまいねって言われて入らんみたいな、はい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 、それで入って、うん、ずっとパルメザンで、おー、なるほどね、歌ってます。でこの中に同じクラスのメンバーがいたと、同じメンバーがいた、あ、います。じゃあテルオくんが
ボーカルやってみようみたいな感じで誘ったってこと？合ってる？オッケー。大体その。はい、そういうことですね。あ、じゃあ真中ちゃんがボーカルになった理由は、まあ、テルオくんが誘ったっていうことなんだけど、この4人が集まったきっかけとかってありますか？まあ、自分が安全鬼滅ってバンドが解散した後にすることがなくて、うん、はいはい、じゃあバンド組むかってなった時に、うん、たまたまボーカルが一人いて、うんうん、でギターもいてみたいな、うんうん、で何でもできるテローがいるから、うん、じゃあバンド組むかってなって、はいはい、ちょこちょこメンバー変わりながら、うんうん、パルメザンでやってるんですけど、うん、やっと正式でメンバー決まったみたいな感じで、はい、それで多分ライブ出たのが最近で初めてって感じです。うん、なるほどなるほど。じゃあたつきくんがみんなを誘ってってことね。はい、このみんなとの交流とか面識はあったの？今高1じゃん、同じ中学校だったとかではない？もともとテルオと俺とたつきはなんか仲良くて、軽音部で仲良くて、はいはいはい、真中が後から入ってきたっていう感じで、入ってきたから、じゃあボーカルいないからボーカルやってみないって声かけたら、うん、結構すんなり、あ、じゃあやるって言ってくれたんで、うんうんうん、それでなんか軽く組んだみたいな。おお、なるほど。じゃあそれで自分たちも今最近もライブ組んで、はい、精力的に活動してるということですね。はい、はい、このみんなで組んだバンド、このパルメザンドッグっていう名前の由来は？最初名前が本当に決まらなくて、うん、1時間とか悩んでた末にメンバーの一人がお腹が空いたって言い始めてはいはいはい、決めてる時にね。そしたら自分がパルメザンチーズって言い始めて、うん、なんかもともと先輩のバンドに食べ物の名前を使ったバンドがいたんですよ。はい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 、だから食べ物の味を使って名前使うからパルメザンチーズ使ったらみたいな話になって、うんうんうん、そしたらみんながもっと可愛い名前がいいみたいなそれ誰が言ったの？まあ、マナカとかテロが言い始めて、そこでじゃあ動物の名前使うかってなって、はいはいはい、じゃあパルメザンドッグみたいな感じで軽く決まって、はいはいはい、そこで最初はみんななんかえみたいな感じで乗り気じゃなかったんですけどうん、うん、もう決まったものは仕方ないじゃないですかそうだね、それでもパルメザンドッグで正式に決まったって感じです。うん、なるほど。可愛い動物の名前がいいで真っ先にドッグなの？キャットとかではない？いや、最初キャットかドッグって出たんですけど、あ、はいはいはい、なんか気づいたらドッグになっちゃっててみたいな、はい、もうみんなドッグがいいの推しがあったのか。いや、なんか流れで気づいたらドッグになっちゃってて、うん、あ、なるほどなるほど。プラメザンドッグも何も考えずにいきなりバンって出てきた言葉でやったんで、うんうん、なるほどね。まあ、結構流れみたいな、流れで聞いた名前みたいなところ、うん、でもとってもいい名前だと思います、パルメザンドッグ、ね、全部アルファベットで、はい、私書くとき最初全部スペル見て書けなかったから皆さん覚えてくださいね、パルメザンドッグ。はい、パルメザンドッグ、みんなは高校全員沖校で、はい、高校でどんな練習してますか？部室？部室で個人で練習したり、うん、まあ、ある程度完成してきたらみんなで合わせたりみたいな、うんうんうん、部室沖校はどういう風に他のバンドとやり取りしてる？あ、もうとりあえず2回あるんですよ、うん、はいはいはい、1個上に1回あって1個下にあってみたいな感じで、うんうん、下にはちっちゃいアンプが 2,3 個あって、うんうん、そこで個人の練習して、うんうん、上はでっかい本格的なアンプとかマイクとかがあって、うんうん、バンド直せるときはじゃあこっち使ってみたいな感じであって、はいはいはい、先輩とかいろんな人が上使ってるけどバンド直せがあったらバンドが上に上がってちょっと使わせてもらっていいですかみたいな感じで上使ってみたいな感じです。なるほどなるほど。じゃあ部室が2つあって、はい、1個は個人用、個人練習用、あともう1個はバンド用で、はい、練習したいってときはお願いしに行くみたいな感じ、はい、前のバンドそんな感じ。なるほど。これ先輩と仲良くなかったらさ、ちょっと最初は、ね、最初は怖かった。あ、でも最初先輩みんな優しくて、うん、使うって声かけてくれて、うんうん、だからそんな最初でも逆に先輩たち優しすぎて、うん、めっちゃ譲ってくれて、うん、逆に気まずくて使っていいですよみたいなはいはい、ことがちらほらみたいな。なるほどなるほど。じゃあみんな譲り合いとかもちょっとあったんだ、はい、うん、はー、なるほどね。自分たちも部室2つあって、同じ感じ、一緒に個人連用とバンドで
なるほど。でも2つあるのはとってもいいことだよね、個人練ができるということで。はい、と高校でじゃあ部室2つ使って、まあ、いろんな練習してると思うんだけど、はい、この練習以外で活動っていうのはどんなことをしてますか？この前学校の工業祭っていうので、うんうん、その工業祭の高野祭で、うん、なんか校内バンドで、まあ、結構 3,4 組出たりして、はいはいはい、うんうん、僕たちもまあ 1,2 曲ぐらい演奏させてもらいました。なるほど。工業祭は文化祭？文化祭とはちょっと違って学習発表会みたいな、うん、あ、それだ。今まで自分たちがこの1年で学んだことを生かして、うんうん、その授業内容を保護者に伝えるみたいなイベントがあったんですよ、ね、なるほどなるほど。これは何月にあったのか？11月の前半にあって、はいはいはい、11月で一番最初に出たの、これ一番最初に出たのがこのイベント。あ、じゃないですね、うんうん。じゃあそれまでの練習期間はどれぐらいだったの、バンド組んでから？最初バンド組んで、うん、なんか一定の期間が空いちゃってて、うんうんうん、その間なんかみんな好きなように練習してて異様で、うん、直近で工業祭があるから、うん、誰かライブ出ないって声かけられた時に、あ、じゃあ出るなら練習しようってなって、うんうん、練習して1ヶ月練習したかなくらいでライブ出て、その時1曲だけだったんで、はいはいはい、その1曲だけを練習して出たって感じです。なるほど。じゃあちょっと空いちゃってたけど、はい、みんなでまた集まって工業祭に向けて頑張ろうということで練習してたってことね。あ、じゃあ工業祭以外ではこの校外で、高校外でやってることとかありますか？わー、この前のライブ、ハウトゥーライブ、うん、あ、2月のハウトゥーライブが、はい、多分初めての校外活動で、うんうんうん、初ライブって形で、はいはいはい、出たんですけど、多分それだけですね今は。今のところはそんな感じ、はい、2月の10日11、12の3連休にあったやつ、はい、何曜日？土曜日、土曜日に、はい、なるほどね。じゃあ土曜日に出て、そこで4人で発表したって感じだ。5人5人ですね。あ、そうなんだ。その時はテロがギターで、はい、ソウタロがドラムで、お、で もう一人女の子ギターがいたんですけど、はいはいはい、ちょっと諸事情で抜けちゃって、うんうんうん、最初で最後のライブみたいな。おー、なるほどね。じゃあちょっと今聞こえたんだけど、最初挨拶する時テロ君ドラムって言ってなかった？で今さっきのはギターって言ってたけど、はい、ドラムもできるの？ドラムもちょっと、あの中学校の時に吹奏楽部でパーカッションやってます。あ、なるほどね。あ、じゃあギターもちっちゃい時から触ってて、はい、でドラムも、はい、そうですね、で触ってて、で今はドラムになってるけど、ドラムやりたいってなったの？ギターを長年続けてたけど、もうなんかギターちょっと飽きちゃって、ね、はいはいはい、ちょっと倦怠期みたいな。倦怠期。じゃあそれで、うん、ドラムに移るぜみたいな感じで、はい、あ、なるほどなるほど、すごいね。で宗太郎くんはその時に少しだけドラムさせてもらって。なるほどね。じゃあこっちが入れ替わってるんだ、ギターとドラムで、はい、そうですね、なるほど。これは結構お互いがね、諸事情で来れないって時に支え合えるメンバーだなって思います。私はそう印象を受けました。ありがとうございます。はい、結構喋ってきたんだけど、ちょっとそろそろ時間なので曲を持ってきてくれたんだよね。はい、はい、ボーカルのまなかちゃん、どんな曲持ってきましたか？ショーン・メンデスの There's Nothing Hold Me Back っていう曲で、はい、どんな一曲ですか？歌詞の意味はわからないけど、うんうん、あの曲調がめっちゃドタイプすぎて、うん、聞いてます。はい、大好きな一曲ということですね。はい、じゃあ曲名とアーティスト名でどうぞみたいな感じで曲振りお願いしていいですか？ショーン・メンデスで There's Nothing Hold Me Back。
はい、聴いていただきました。曲を選んでくれたボーカルのまなかちゃん、曲のあともう一回名前教えてもらってもいいですか？曲の名前は、ショーン・メンデスで There's Nothing Hold Me Back っていう曲です。全部歌詞の英語だったの？はい、はい、歌詞の意味分かるといいねはい、今までお届けしました中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト、もうそろそろでエンディングになっています。パルメザンドックのみんな、はい、はいはい、宣伝はありますか？3月16日17日に、首里城ライブ、と、3月の23、24に首里のワンカラーってところでライブがあります。はい、多分3月の16、17は小学生も中学生も高校生も、はい、首里の住んでる子たちがみんなで運営とか実行委員とかもみんなで組んで、で出演までして交流深めようっていうバンドフェスティバルで、で3月もハウトゥーライブがある。ハウトゥーライブっていうのはライブはどんな感じで行いますよっていうのを一から教えて、このライブの機材とかこのカメラの配信とかも自分たちで学生が中心で行うっていうバンドライブになってます。でどっちにも出演するということで、はい、3月2つライブありますけど1人ずつ聞いていこうかな。これから3月のライブどんなライブにしたいですか？じゃあまなかちゃんから1人ずつお願いします。3月のライブは、みんなの目標、どっちでもいい、自分の目標でもよ、交流深めたいとか、ボーカル頑張りたいとか、個人の目標で、うん、1回ライブ出てちょっと慣れたから楽しく歌えるようにしたいです。なるほど、頑張れる、いいね。はい、はい、じゃあ次たつきくんお願いします。やっぱ2回目3回目のライブなんで、他バンドとの交流を中心にライブ出演できたらいいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。そしてテロ君お願いします。初めてドラムでライブするんで、いい感じにできたらいいなと、はい、頑張れるといいね。はい、磯太郎君お願いします。僕は、緊張せずにとにかく楽しみたいなって思ってます。大事なことだと思います。3月自分たちもライブ出るのでよろしくお願いします。仲良くね、仲良くしていこうね、はい、お願いします。はい、じゃあ今日は、3月のライブ控えた、沖縄工業高等学校みんな1年生、パルメザンドッグのみんなが来てくれました。これからもよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今週の中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイトはこの辺でおしまいです。また来週会いましょう。バイバーイ。ありがとうございました。あっちでしょ、あっちか。画面に向かって。